生の哲学はデカルト的、心身二言論的な知性や理性に限定された我々の存在を彫刻。それより先んじて非合理的な我々の生そのものへとアプローチしていく精神史の主張の一つ。シュレーゲルよりも後では反刑事上学的要素が強い。19世紀後半から20世紀前半に盛んになった。生の哲学は哲学の一つの立場とも言うが、 当初この動向は、ニーチェ、キルケゴールなどの文学的な体裁を借りた思想的エッセイとして現れ、彼らは生前中ほとんど正当な哲学者としては、見なされておらず、ビルヘルム・デルタイの体験と試作や、デオルグ・ジンメルの数多くの哲学的エッセイなどに、その影響を残すにとどまっていた。キルケゴールは、カール・ヤスパース、カール・ワルト、パウル・テ・リッヒ、 マルティン・ハイデッカーらの評価によって初めて、そうした哲学の立場があったものとして20世紀に至ってようやく広く承認を受けるに至ったのであり、その点の事情はニーチェも同様である。したがって、生の哲学の歴史は時系列で並んでいるものではないと言える。フリードリヒッヒ・シュレーゲル・レヴィンス・ファロス・サフィーは近代以前では、 人生哲学と呼ばれるものであり、どのようにしてよく生きるかという古代時代からしばしば論じられてきたテーマの一つを指してきた。この後に特別な意味を与えた一人がフリードリッヒ・シュレーゲルであり、性の哲学に関する講義においてである。反革命キリスト者として、キリスト教の神の死意の権限としての生を肯定的に捉えた、キリスト教神学的性の哲学なのである。 同時代のドイツ大詩人シラーも生の哲学について言及するなど、1800年前後から次第に関心が持たれ始めた。このように生の哲学の前詩は19世紀ドイツのロマン主義に遡ることができる。アルトル・ショーペンハウアー19世紀、ショーペンハウアー、ニーチェなどを通して、生の哲学、ドイツでは、ビルヘルム・デルタイ、ゲオルク・ジンメル、ヘルムート・プレスナー、ルート・ビヒクラーゲス、 オスバルト・シュペングラーラによって発展し、その影響はアンリベルクソン、オルテガイ、ガセット、カール・ジョエルラに及んだ。その後、生の哲学は、ドイツ哲学では、現在、実存哲学と実存主義にほとんど吸収され尽くしてしまったが、その哲学史における影響は極めて大きなものであったとされている。20世紀、生の思想的アプローチは、フランス哲学で主に語られ、 ポストモダン主義などと相まって、現代フランス哲学ではこの流れを組むものも少なくない。また、プラグマティズムなど20世紀の思想に与えた影響は少なくない。ただ、例えば、ドイツ観念論のような哲学の流派の形を話していない。聖の哲学というタイトルの本は、ディルタイやジンメルのほか、ハインリヒ・リッケルトが執筆しているが、ディルタイの著作はヘルマン・ノールが編纂した。 講議録である。また、オットフリードリッヒ・ボルノーの正の哲学もあるが、ボルノーは哲学というよりは教育哲学で活躍したので、教育学よりの批評になっている。このように、哲学においては生の哲学だけかいつまんで叙述するということはできない。というのも、やはり論理、宗教、自然などの隠し問題をも自身の哲学の体系に取り入れ、その中の一つとして、 性という問題が、はじめ、仮に、生の哲学だけしてかいつまんで叙述しているのであれば、その人物は、哲学者とは呼ばれず、むしろエッセイストなどと呼ばれるべきだろう。19世紀の前半までは、なそのものは、偶然的で否定的な要素として、哲学外のこととして扱われていた。カントやドイツ関連論をはじめとする当時の、本流の哲学は、認識論、実在論などを、 あくまで理性を中心に見据えて理論を展開しており、基本的になそのものは構想から外れていると言える。このことを近代哲学の完成者とされるゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルの哲学を例に取ってみてみよう。彼は直接的な意識から始まり、弁証法によって相矛盾する対立を使用しながら、即時から対時、存在から絶対的知識へ発展して、 現象の背後にあるもの自体を認識し、主観と客観が統合された絶対的精神になると解く。そして人類の歴史は絶対精神が弁償法的に発展し、自由を獲得する過程でもあり、理性が自然を克服し、原始的な宗教から刑事宗教が支配する社会を経て自由な国家が成立することによって歴史は終わるとした。その哲学体系においては、 歴史の流れの中にある人間の生のみならず、真、善、美といった価値でさえ理性によって最終的に担保をされるものであったのである。そこでは生とは絶対的存在の体現としての固定的なものにならざるを得ず、生の哲学で展開される動的な生とは性質の違うものである。この時代の生の哲学の源流はむしろ当時の哲学の本流とみなされていなかった半径も、 反感と主義者たちであり、彼らの思想は理性よりも人間本来の持っている信仰や感情の能力の優位を唱え、生そのものを直接的に捉えようとするきっかけを作るものであった。生の哲学における生とはこのような本流哲学に対抗する概念であって、極めて文化闘争的なものであり、生物としての人間の生といった限られた意味を持つに過ぎないものではない。 むしろ理性に対する生の優位、つまり理性とは理性によっては捉えることのできない非合理的な生を実現するための道具に過ぎないものであるという価値を含んだものなのである。そこでは生を脅かすものは病であるとされたのである。生とはどのようなものかについては論者によって差があり、ショーペンハウアーはただ一金として生きる盲目的な暗い意志としていたが、 当初、ショーペンハウアーを絶賛していたニーチェは、彼とは反対にすべてを我がものとし、支配し、声出て、より強くならんとする権力への意志とし、ディルタイは、歴史の流れの中にある客観的精神体としており、それぞれニュアンスに違いがあるが、合理的な理性に対する、非合理な生の優位を主張する点でおまかな一致を見ることができる。このような生の哲学における、非合理主義は、 合理的な学としての哲学を拒むものとして、非難の対象となり、新官と派は生の哲学を批判した。このような流れの中で、論理性、実証性を重視し、いい加減な概念を用いる哲学や、刑事上学を批判する論理実証主義も生まれた。以上に対しては、生の哲学の問題意識を受け止めつつ、学と生の両者の対立を克服しようとした。 クッサールの現象学がある。日本の和辻哲郎などがそれを哲学として論じたりしているのはむしろ珍しい例である。ある思想家の哲学がどのようなジャンル、性質、位置なものかは後世の研究家が決めることが多いというのもあるがジンメルの原タイトルはレビンサンショウンである。ありがとうございます。